まちょっと読みますよ国連報告書 国連人権高等弁務官事務所は8月31日中国新疆ウイグル自治区の人権状況に関しテロ対策の名目のもとで少数民族ウイグル族らに対し深刻な人権侵害が行われているとする報告書を発表した差別的で恣意的な拘束が人道に対する罪に相当する可能性があるとも言及し中国政府に対して改善を求めた人道に対する罪これ人類に対する害悪ですからね国家主権がどうのこうのこ これも通用しない内容ですからねアメリカはジェノサイド認定をしてますよねジェノサイドっていうのは集団的大虐殺のことをこれをまあジェノサイドっていうわけですけども。 アメリカはもう中国についてもうウイグル問題でジェノサイドを行っているというふうに国家として正式に認定しているわけですね中国と付き合ってますとか中国から物買ってますっていってもうふーんっていう感じですけどもじゃあ暴力団と付き合ってるとかね暴力団にお金払ってるって言ったらこれ社会的にはもうダメじゃないですかスーダンと同じレベルですよ中国がねやってることを考慮したら日本の暴力団がやってることなんかかわいいかわいい。 じゃあこの金平がね何をしたのかウィールで何をしたのかということをよく見たらですねもうほとんどポルポトを超えたと言われてるぐらいですからねはっきり言って儲かるとか儲かんないとかそんな問題じゃないですよだって暴力団と何で取引しないのって儲かんないから儲かるとか仮に儲かったってダメですよつながっちゃいけないんだからね そういうね。反社会的勢力と関係を断つということが大切なわけでだからね。日本もコンプライアンスコンプライアンスって言いますけども、平気で中国企業と取引してるわけでしょで。しかもその中国企業と言ってもね。特にファーウェイをはじめとする it 企業ですよね。 ここら辺はですねもう本当に締め出さなきゃダメなんですよもうどんなバックドアが入ってるかわかんない今入ってなくたって結局いつでもバックドアが設置されるように中国が法律で定めちゃってるわけですからね恐ろしい話じゃないですかそういうところとね組んでる企業とかはもう本当にですね社会から締め出さないといけないレベルなんですよねまだまだですよねそうそうだから宮迫さんねこんなんじゃねえ宮迫さんが浮かばれないですからね本物の反射は金平とか プーチンとかこれがもう人類最悪の反射ですから宮迫さんの場合はあ浮かばれないって別に、ね、死んでるわけじゃないですけどもとったわけでしょ宮迫さんは別に暴力団と付き合ってたわけじゃなくって暴力団と関係があるかないか分かんないチンピラぐらいに。 暴力団崩れというか、わかんないけどチンピラですよね。そこと一緒に写真撮ったかなんかで芸能界が干されちゃいましたよね。なぜ復帰できないかというと、ちょっと嘘ついたりっていうところがね、あったのがまずかったんだろうと思いますけども、普通にね、日本企業が中国と取引してて、何のお咎みもないわけですから。もちろん宮迫さん、生きてるんですけど、浮かばれないっていうのはそういうことですよね。何が基準なのかということですよ。 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。